サナギマンが成長すると、ベルトのゲージが頂点に達し、イナズマンとなるのだ。敵と思われたサナギマンはイナズマンに変身した。そして我らヒーローたちの仲間になった。だが新たなる悪の組織、新人類帝国が現れた。そして帝王火炎ファイターは何を企んでいるのか。戦えヒーロー、負けるなヒーロー。世界に平和が訪れるその日まで。